中年ナウ、浅川図です。くだらないもの工房の匠です、えー。今回は、おじさん公文、働かないおじさんなどなど、まあ、おじさんは叩いていい風潮の危険性ということで、うんえー、まあね、中年ナウ的にはね、叩かれてもおかしくない。叩かれる側に。<laughs> 叩かれる側なんだよね。ねで、まあ、この SNS 等で、バカにしてもいい存在として、おじさんがよく叩かれてると。 うんえー、高級取りなわりに仕事の手を抜く働かないおじさんとか、LINE のメッセージで絵文字を対応する、えー、おじさん公文とか、えー、インスタグラムで高級な食材や時計などを、まあ、自慢ばかりするおじさん投稿とか。<laughs> 何してもダメだな。<laughs> あとは、ま、臭いとか、キモいとか。<laughs> <laughs> なんだろうなんで日本ここまでダメなんですかねこのね、匂いとかだとよくほら、あのー、消臭剤の CM とかでも、うん、おじさんが臭い臭いってあるよね。スーツの、スーツ脱いだ時が <laughs> な汗臭いとかなんかそういうのめっちゃあるじゃないですか。油臭いみたいなやつね。うん まあ、カレーシやらなんやらってのもね、出てくるんでしょうから。これがまあなんで SNS によっておじさん批判ばかり加速してんだろうということで、うん、この社会学者の人がね、ちょっとこの研究テーマを発表したっていうことなんですけれど、うん、これさっきの消臭剤の話で言うと、これ男女逆にしたら絶対炎上する CM だろうなと。 まあそうですね。<laughs> おばさんに対して臭い臭いっつって、消費取材かけてたら、今だったら大炎上するわな。そうだわな。これがだからなぜか、おじさん叩きだと炎上まではしないんだね。まあ多分そういうもんだなっていうふうに社会的に見られてんでしょうね。 うんで、これが、社会が不安定になると、不満のはけ口として何かを叩くというのは昔から繰り返されていると。例えば2000年代はニートとか、あとは生活保護者などがその対象になっていましたと。うんうん、何かしらこう弱いものを叩くっていう現象は、まあ昔からあるわけなんだね。まあそうですね。それはあの動物実験とかでもありますからね。うん。で、その対象が最近おじさんになってきているということなんだね。うんうん。 で、えー、まあ、なんでそうなってきたかっていうと、おじさんへのネガティブなイメージが広まった一員として、情報収集の仕方が劇的に変わっていることが挙げられているという。ツイッターとかインスタグラムとかティックトックで若者は情報を得てるわけなんだけれど、うんまあ、その中にそういうおじさんを馬鹿にしたりとか、叩くようなのがあると、そっから広まってっちゃうわけだね、イメージだけが。うんうんうん 叩きやすいおじさんとか、その、ステレオタイプなおじさんがネットで、まあ、悪目立ちしちゃうっていうことなのかなあまあまあまあ、悪目立ちするのはおじさん多いですね。 ねえ。で、まあ、ここに書いてあるのは、おじさんのイメージと現実のズレっていうことで、うん、ネットではおじさん叩きっていうのはすげえカジュアルなんだけれど、うんうん、じゃあリアルの世界で面と向かっておじさんに臭いとか、なんか働けとか言うかって言ったら言わないわな。<laughs> やってますからね、仕事はね。そうそうそう。社会的にはどっちかっていうと、ほら、立場が上だったりするわけだから、うん。えー おじさんはだから社会的強者だから強いものを叩くのは正義であると、うん。まあ、その屈折したなんていうかな、リアルでは、え、おじさんっていうのは社会的に強いもんだから、ネットでは逆にバンバン叩いていい存在っていうふうに、まあ若者とか、 は思ったりしちどうなんだろうね。その、まあ、俺らもその対象ではあるんだけれど、まあ、うちのね、チャンネルは同世代がね、聞いてることが多いんで、んそ,でね、そんなにそういうのはないんだけれど、 うん、俺ら自身もね、このおじさん公文みたいなのを取り上げて、<laughs> おじさんがおじさんを叩くみたいな構図になっちゃうかもしんないけれどまあ,まあまあまあ、そうはなってますね。えっと、同世代でもこうはなりたくねえなっていうのはちょっとあったりするじゃないありますね。なんだろうな結局、これおじさんとかおばさんとか若い人限らず、うん 悪目立ちするやつが悪いっていう感じなんですよね。ま、ここにも書いてあるんだけれど、おじさんが叩かれやすいのは、不祥事を起こした公務員や銀行員が叩かれるのと似た現象ですよね、と。 はい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 。一部の悪目立ちした公務員とか銀行員とかあと警察とかが不祥事やった時に、全員がそういう目で見られちゃうっていうやつ。うん、だからおじさんも、一部にすげえひでえおじさんが、ネットで目立った時に、おじさんってこれだからなってこう、全員がそういうふうに見られちゃうっていうね。うん、まあ要はキモい文章。 送ってくるやつあるじゃないですか。おじさん構文っていうやつが。あれ別におじさんだけじゃないですからね。全然年齢とか関係なく、下心があるその男性だったらああいうのを書いたりするからね。うん。で、あと女性でもいるじゃないですか。その、自分の、なんだろう、推しというか、アイドルとかに、ね、そ,うそうそうそう、<laughs> 似たようなやつはやってくるし、あとは多分ね、おじさんってすごく劣化した感が出ちゃうんですよ。どうしても。その、まあ、太ったりだとか、 あの、髪が薄くなったりだとか、シワが増えたりだとか。っていうのが、まあ、顕著に出やすくなるんで。結局さ、テレビとかのスキンケアの CM とか、体毛処理の CM とかで、この若くてさ、清潔な男が、まあ、CM でバンバン出たりするじゃないで、その対比で、不潔な存在としておじさんが使われてると。なる、うん、<laughs> <laughs> まあまあそうですね。CM で釣り込みがあるもんね。おじさんは臭いもんだとか、汚いもんだっていう。うん、そう。だから、可愛い男の子。 とかかっこいい男の子が希少価値なわけですよ。うん,うんうんうん。で、その逆のおっさんたちはいっぱいいるから、もうこれは叩いても OK というか、別にその守る必要もないって思われてんでしょうね。そうだね。で、まあおじさんはたとえ辛くても私たちは弱者なんだと言えないんですと。うん,うんうん。世代的に男らしくの呪縛にかかっている,いるのですというふうに書いてあるけれど。はあはは可愛いいおじさんってやっぱそういうとこから降りてるおじさんだもんね。 うん、その、まあ、自虐というか、ちょっと受け入れてるというのかな。その、まあ、太ったり、ハゲてたりしてるのを受け入れて、なんか若者から、ちょっとこう、いじられても、可愛いおじさんっているけれど、うん、そこでこう、突っぱねて、高圧的だったりすると、やっぱり厄介なおじさんっていうイメージになっちゃうのかな。まあ、そうですね。 だ今までのおじさんのイメージを、我々の世代で払拭せねばならぬっていうのと、あとその若い人が持ってる今のおじさんのイメージと現実の差があるじゃないですか。それをこう取っ払っていけば、これはいずれなくなるんじゃないかなと。 思うのですよ。だから結局、若い人に、おじさんってこうだよねっていうイメージがもう今ついちゃってるんで、うん、昔は、あのー、その、か山まゆとかあの辺がかっこいいって言われてた時代って、おじさんかっこいいじゃないですか。うん。うん。だからあれの時って多分、大人と子供の接点がもっとあったと思うんですよね。だからそこがないから、もう別の存在だと思われてるっていうのはあるんじゃないですかね。俳優さんとかアイドルでもなければ、一般的にはやっぱりね、華麗でどん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 、うんうん そういう劣化してくる部分はあるからな。ね、どうしてもあるから。からおじさん側もおじさん側で、その若者にそう思われんような、まあ簡単なスキンケアぐらいはしといた方がいいんじゃねえかとは思いますけどね。<笑><笑>まあ、それはね、書いてあるんだけど、まあ特に清潔感っていうのが大事らしいんだよね。うん,う,んうん。うん。なかなかおじさんに清潔感を求めるのも難しい話だけどな。<laughs> <laughs> やっぱり、 そう、おっさんになってくる、まあ俺もそうですけど、あの、服とか別にその辺行くんだったら興味ないというか、何でもいいやになってくるじゃないですか。うんうんうん。で、そういうやつでどうしてもこう、おしゃれ感がなくなってくるんですよね。で、おしゃれにしてる人って結構おじさんとかでも、やっぱかっこよく見えるので、まあ、そこじゃないですか若者が舐めて、こう、こっちを見ちゃうというか。 まあ、あとはこのね、最後の方にちょっと書いてあるんだけれど、誰もが生きるのに必死な時代と世の中、大多数のおじさんは権力もなければお金も大して持っていないと、えー、LINE で絵文字を送る相手もいないと。<laughs> この対象になってない、ほんとサイレントおじさんみたいなのがいっぱいいるわけだよね <laughs>。ああ、まあそうですね。まだ、こう <laughs>、日向に出てきてない。<laughs> 毒にも薬にもなってな、ね、いおじさんも世の中にはいっぱいいるわけだから。うん。まあ、さっきの話に戻っちゃうけど、ほんと悪目立ちしてるおじさんが、あちょっといるんだよね。ちょっといるんですけど、それがめちゃくちゃなんかおじさん代表みたいになっちゃうのはちょっと嫌ですよね。俺ら同じおじさんとしても困るんだよね。うん,うん。 で、これはなんか、いろんなところにいるじゃないですか、その、悪目立ちする人って。で、それが一人いるだけで、やっぱりその、その集団が、こいつらは全部こうなんだろうなって、やっぱ見られちゃうんで、うん、まあ、少なくとも自分は悪目立ちせんようにせんとなぁとは思いますよね。 これだから、おじさんっていうので一括りにすること自体がもう無理があるっていうことだよね。まあ,あまあまあそうですね。男性の,その中高年をそのおじさんっていう属性で一つで語るにはあまりにも主語が大きくなりすぎちゃってんだな。うん、うん。おじさんおばさんっていうだけじゃダメなんですよね。だから今ってさ、じゃあ60歳とかっておじさんなのかおじいさんなのかっていうと、どんどんほら、 寿命が伸びて若くなってきてるから。ね、あと働く、そのあれも伸びてきてるからね。伸びてきてるから、昔だったら60だったら間違いなくおじいさんって言ってたと思うんだけど、うん、おじさんを適用する範囲がすげえ広がってるっていうのかな。はい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 。そうですね。おじさん人口は増えてる気がしますね。若い人からしたらもう30でおじさんって言ってる可能性あるしな。うん。 そうね。30でおじさん、まあね、言ってる人もいますね。30から60までの30年間おじさんって言うとめちゃくちゃ本当に広い範囲になっちゃうからね。<laughs> そりゃ多いわ。そりゃ多いわなそんだけ多かったら変なやつもそりゃ多いわ。紛れ込んでくるわね。うん。で、まあ、おじさんはおじさんで変なやつがいたら、あのおじさんはダメなおじさんだからねっていう、こう、その、なんていうの、おじさん属性から排除する方向にした方がいいんですかね。<laughs> あれは違うからね。あれはおじさんでも違うおじさんだから違うおじさんだからっていう <laughs> 特殊な例だからっていう。特殊な例だからおじさん全部がこうじゃないからねっていうのは言わんでもわかるだろうとは思うんですけど、やっぱりそう思われちゃってるのはあると思うんで若い人たちには。俺らもな、とかくこのだから氷河期世代はっていうふうに言われがちだけれど、氷河期世代一くくりにしてもね、めちゃくちゃ広い世代を指してる言葉だから、それはいろいろいるわな、いるわっていう,うい。<laughs> いろんなのがいるし、その、その世代がこういうことがあって大変だったとかっていう、そういう使い方はいいと思うんですけど、うん。この世代はこれだからダメ、みたいな、レッテル貼りはどのみち良くないですよね。そうなんだよね。まあ、だから段階世代はとかって、ね、俺らもついつい言っちゃうけど、段階世代の中にも当然いろんな人がいてね、うん、その悪目立ちしてる人が、その代表を見たくなっちゃってるから、そのイメージがついちゃってるんであって、うん、その世代その世代の人が、 悪目立ちしてる奴らは、こいつが悪いわけであって、この世代が悪いんじゃないとっていうのは、どんどん言ってってもいいかもしれないですね。結局、一般の普通の、その、中間の人って目立たないから、やっぱり、そういう感じになっちゃうんだろうな。うんうん、サイレントマジョリティってやつか。 本当だったらな、その悪い方じゃない方で目立ってくれればいいんだろうけれどね。<laughs> うんうん、当事者としてはね、あんまりおじさんっていう一括りで叩いてほしくないなってのが本音かな。うねうん、だか別に自分おっさんだと思ってるので、おじさんって呼ばれること自体はいいですけど。ね、おじさんっていう言葉に抵抗があるわけじゃないから。うん,うん。それだけで一括りにされて、これだからおじさんたちはってなっちゃうのはちょっともったいないなっていう感じですね。 ということで、最近のおじさんは叩いていい風潮の危険性というお話でございました。くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の入門コースを作りましたので、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡ください。 よろしければチャンネル登録お願いします。